ブルータス・ザ・バーバー・ビーフケーキのリングネームで知られる、エド・レスリーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。ハルク・ホーガンとは幼馴染みであり、兄のように慕っている。1978年のデビュー後、テネシー州メンフィスのクアにて、当時のハルク・ホーガンのリングネームであったテリー・ボールダーにあやかり、エディ・ボールダーと名乗って活動。兄弟タッグチームという設定のもと、 テリーエディのボールダーブラザーズとして、ロンバスソニー・キング、ハンス・シュローダーゲシュタポ、ブロンド・ボンバーズなどのチームと対戦した。その後、テリー・ボールダーが、ハルク・ホーガンに改名して、注目を浴びるようになると、デスリーも、ディジー・ホーガンに改名して、ホーガンの弟と称するなど、ギミックとは知らず二人を、本当の兄弟だと信じていたファンも多かった。1 9八十年に、 ホーガンが新日本プロレスに登場して常連外国人となると1982年8月にホーガンの弟としてエドレスリーの名義で新日本に初来日。新日本プロレスはレスリーをホーガンとの兄弟タッグで売り出そうとしたがレスリーがタッグ結成を拒否しホーガンとのマッチメイクを希望したためお蔵入りとなる。1980年内翌年ホーガンが WWF と契約したことから、ホーガンの仲介で、レスリーも1984年より、WWF 入りを果たす。WWF では、顔の一部を成形して、ブルータスビーフケーキを名乗り、モデルからプロレス入りした、唯一の男をギミックに、ジョニー・バリンントをマネージャーにつけて、キザなヒールとして活躍。1985年には、グレッグ・バレンタインとのタック・ザ・ドリームチームを、 結成し、同年8月24日にバリー・ウィンダムマイクロ・トンドの US エクスプレスを破り、WWF 世界タッグ王座を奪取。翌1986年4月7日のレッスルマニアににおいて、ダイナマイト・キッドデビー・ボーイ・スミスのブリティッシュ・ブルドッグスに破れるまで退官した。1987年にバレンタインバリアントと仲間割れを起こし、 ベビーフェイスに転向。アドリアン・アドニスとも構想を開始し、レッスルマニア3で行われたロディ・パイパー対アドニスの髪切りマッチにおいて、パイパーに加担して、ハイシャ・アドニスの髪を切ったことから、ザ・バーバーのニックネームが付けられる。これをきっかけに、演芸用の大バサミを持っての入場パフォーマンスを展開。ザ・バーバーショップなるインタビューコーナーも担当し、理髪店を模したセットを舞台に、 主にヒールサイドのレスラーを相手に絶戦を展開した。もともとレスラーとしての技能よりもトークの上手さなどのタレント性が評価されていたこともあり、このフェースターンは成功を収めた。しかし1990年パラセーリング中のアクシデントで顔面を強打し、長期欠場を余儀なくされる。翌年にフェースマスクをつけて復帰するが、レギュラー出場は見送られ、 スポット的にリングに上がっていた。1993年に映画出演などで一時引退していたホーガンが WWF に復帰するとタッグチームメガマニアックスを結成。1990年代前半にはホーガンの新日本プロレス参戦の条件としてビーフケーキも同行するという決まりがあったため新日本でも何度か試合を行っている。1994年に ホーガンが WCW へ移籍すると、自身も WCW と契約。当初は、ケビン・サリバン率いるダンジョン・オブ・ドゥームのメンバーとして、ホーガンと敵対していたが、ムオーでは、ホーガンの信者として共闘した。WCW 時代は、ザ・ブッチャー、ザ・ゾ,ゾデアック、ザ・ディサイプル、ザ・ブーティーマンなど、リングネームを数多く変えているが、どれも活躍はできなかった。その後、 WWF 時代に起こしたパラセーリング事故の後遺症によってしばらく試合を行っていない。2000年代に入ってからはインディー団体に単発的にゲスト参戦しており、2007年8月には ICP 主催の JCW にてバレンタインとのドリームチームを再結成。マットマンポンドネクロブッチャーやバシャムブラザーズなどが参加した JCW タッグ王座争奪の8。 チームエリミネーションマッチに出場している。2009年11月にはホーガンがオーストラリアにて開催したイベントであるハルカマニアに参加し、ジョン・ハイデン・ライク、オーランド・ジョーダンといった元、WWE のレスラーたちと対戦した。2010年4月26日、カナダ・オンタリオ州の木にて空位となっていた、キヘビー級王座をジム・ナイドハートと争い。 カウントアウトでの勝利でベルトをダッシュしている。2011年にはブッシュワッカー・ルークともたびたびタッグを組んだ。2013年はペンシルベニア州の PWR にてドリームチームを再々結成している。2019年4月6日、WWE 電動に迎えられた。ニューヨーク州ブルックリンのバークレイズセンターで開催された電動入り式展ではホーガンがインダクターを務めた。 サウスイースタンチャンピオンシップレスリングワールドレスリングフェデレーションエンターテインメントチャンピオンシップレスリングインターナショナルありがとうございます。